ワイの連キル何回も何回も止めやがって。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回は、コールオブデューティーモダンウォーフェア2019の、実況動画出したいと思います。ちょうどブラックオプスコールドウォーの方も上げたんですけど、まあなかなか面白くて、また今回過去作のモダンウォーフェアやろうかなと思ったんですが、ちょうどね今年の新作 COD の情報が出たので、ちょっとそちらもね冒頭で話したいなと思います。特に動画が出たというわけじゃないんですけど、モダンウォーフェア2019の続編であるモダンウォーフェア2ということで、新しいエンジンでのモダンウォーフェアが、発表されました。そしてウォーゾーン2もね、出るみたいです。今年の COD はね、僕はね個人的にかなり期待してます。やっぱりそのブラックオプスとヴァンガードって正直ちゃんと作れてないんですよね。特にコールドウォーはそのスレッジハンマーのあのスタジオが一時閉鎖になって1年早く出たんですよ。だから開発期間が2年しかなかったことだったり、あと、ヴァンガードの方は、まあ、アクティビジョンのいろいろ社内の問題がね、たくさんあって、多分、ちゃんと開発もできてないだろうし。だから、この、モダンオフェア、しっかり3年間作ったモダンオフェア、そして、ウォーゾーン2。で、モダンオフェア2019は、その前作は、すごく、やっぱ今思えば、大パーツって言えるぐらいクオリティ高かったし、後半からのアップデートもかなり良かったので、マップとか武器バランスとか。まあまだね、ティザートレーラーとかその辺も一切出てないので、まあそれはね、今後発表されたら、ちょっとリアクション動画とかね、撮っていこうかなと思います。いやね、今年の COD 多分結構大きい年になると思う。やっぱウォーゾーンが新しくなるし、で、本当は全く新しいエンジンでまた始まるから。でね、ちょっと気になったのが、その、今回この開発者と新作について通話をしたインフルエンサーたちがね、なんか、いつもとちょっと違う、例年とちょっと違うリアクションの仕方してて、なんか、これからの COD の未来は、自信を持って、なんか興奮できるぜ、みたいな。別にアクティビジョンからお金もらってないけど、こんなこと言えちゃうぜ、みたいな。結構すごい興奮してたんで、今後の多分、ね、COD のスケジュールみたいなの多分、もしかしたら聞いたのかな。で、それについて結構自信持って言えるって言ってたから、なんか今までインフルエンサーの人たちがこんな反応したことね、なかったから、まあ、ちょっとなんか、また新しいことがどんどん起きていくのかなっていう期待ももう、ちょっとだけあります。まあ、期待しすぎは良くないんだけど、皆さんもね、ぜひコメントの方で、新作についての感想を教えてください。で、これ余談なんですけど、モダンオフェアって、前作のモダンオフェアって、COD シリーズの中で一番売り上げあったんですよね。BO2 とか BO4 よりも全然売り上げがあって、で、その続編の今年のね、モダンオフェア2が、なんか今までで一番、開発費をかけてるらしいから、まあ、そんな言われたらちょっと期待しちゃうよねっていう。というわけで今日はモダンオフェアの実況動画でございます。よかったら皆さんグッドボタンよろしくお願いします。さあ、ここはコット4のマップでございますけど、クラッシュね。COD モバイルで知った人もね、結構多いじゃないかと思うんだけど、これもともと元祖コールオブデューティー4のマップですね。やっぱ弾がね、ちょっと回収しに行きます。まあ、つまり倒しに行くってことなんですけど。あ、P90 じゃん。なかなか普段使わない武器なんで、使っていこうかな。OK。お薬打って。リロードして。ハリア呼びたいね、どっかで。呼べっから今。今呼ぼうか。で、ちょっとこの辺呼んでおいて、ちょっと自爆しないように、お家の中でコモコモしつつ、オービタル出して、このまま、後釣りに行くというわけですね。はい、オッケー。で、ここであえて前に出て、敵の予想してない位置から、で、これ一旦下がり、なんか新武器拾い、で、今顔出すと。ああ、この立ち回りですね。で、そこにいるの分かってるんで、殺して、殺してこい。ハリアのせいで、顔出さないかな？オッケー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 。僕のハリア落とそうとしてる。なんだこれ？なんか食らった。とんでもないもん食らったぞ。どうだ？殺してくるか？めちゃくちゃ連キルしている。できればこのまま、
この流れに乗って行きたいんですが、ちょっと UAV 欲しいな。これバレてんな。そんなこともないのか。この人じゃないよね。のっ、生きてる、やばい、危ね、リロードして、そっから建物行くの弱いな。はあ、核が、おい、スナイパー何してくれとんのじゃお前。面白いな。モダン面白いな、やっぱ。ちょっと BOCW もね、面白いんだけど、あの BO 系のちょっと体力硬い感じもね。モダンはこのガンガン連携できる爽快感ね。ちょっとね、あの V はね、CODV ちゃんはね、めちゃくちゃね、キルタイム早いからね。昔あの、コットモダン2とか、その辺の柔らかさだから、ちょっと柔らかすぎるよな。多分次回作も、これぐらいかこれより硬いぐらいじゃないかな。なんか今のね、ヴァンガードもね、ちょっとやっぱりね、キルタイム早すぎて、CODプロがね、結構、ちょっと体力増やしてくれっていう要望があるらしくて。もしかしたら変わるかもしれない。はい、あいつです。あいつです。僕の25連続キル止めやがったのはあいつです。殺します。ナイス。あ、センターいる。やってくれたか、ナイス。オッケー。まだ来る。オッケー。ああ、いつや、許せねえ。ワイの連キル何回も何回も止めやがって。お前や、お前。うおぉ、今キルできたらめちゃくちゃかっこよかったな。そう、この間の CW の動画で、なんかグリードさんって昔は落ち着いたキャラだったのに最近は変にはっちゃけてちょっと恥ずかしいよねみたいな、意味不明で恥ずかしいよねって言われちゃったんですけど、あの僕昔からたまにああいうおかしいなモードになるから、ぶっちゃけ昔から変わってないんですよね。どっちかっていうと昔の方がかなり恥ずかしい変なテンションが多いと思う、正直。昔の方がね、あの BO3 の連キル動画とか見ないでほしい。マジで頭おかしいから。あれはね、ちょっと消そうか迷ってるけど、再生数が結構いってるので、まあ、消さないと思う。お前だ、あいつにしか殺されてない僕。なんなん、あの人。ねえ、マジでうまいんだけど。え？やるなぁ。めちゃくちゃラグかったけど、あの人。あれだ。僕で見えない。ちょっと僕のハリアーちゃんを落とそうとしてるので、ちょっと壊しに行きます。ん？敵を壊しに行きます。なんか今行った気がする。僕のね、気のせいはね、100% いるから。なんか長電光 COD やってて、あれ今敵いたかなっていう時ってね、ほぼ破格でいるんだよね。なんか不思議と。ちょっと、これ、リスポーン変わってんのかな？敵のハリアが。ねえ、マジで、チーターか？チーターか？なんだんだ、あいつ。SMG にしていい？攻めえな、このマップ。マップ、これでやる武器じゃねえな。ナイス。あ、敵のハリア出てんのか。マジか。連キルして、あのスナイパーか、まさか。これを出してきたのは。ハリアー。あ、もう、落ちたか？それとも帰ったか？行って。やつだ、やつだ、やつだ、やつ。あの屋根にいるのやつだ。あれ、ちげえな。あれ、ちげえな。スキンがちげえな。わお！ちょっと、急いでいこう。と見せかけて。ちょ、やっぱ AR にしまーす。
ダメだ。スナイパーがマップの中央にいるせい、全然前に進めない。え、チーターじゃないよね。こんな当ててくる？そんな毎回当ててくるの、プロになれるぞ、敵。わあ。1枚。2枚。3枚。4枚。5枚。これ、おかきしないよね。大丈夫。呼ぶ呼んでエリアの裏取り行っちゃう、このまま。うまい。あいつ。なんだよ、この装備。ちょっと待って、こんなんじゃ戦えない。ついよ。間違えて飛び出しちゃった。あ、つい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 、マジでついついつい。あぶね、決め打ち。ついよ。時間切れになる、これ。もしかして、これ敵時間切れにする気だ。そんなことはさせん。オッケー。で、これ僕、これエリア味方に任す。っていうか、味方がエリア出ればもう勝ちだ、これ。その前に敵にローテされたらまずいから。次のエリアどっちだったっけ。オッケー。カク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 出したい。うわあ、ちょっと待って、これ何連続キルしてた今。え、核出せたんじゃない？待って、これ核出してた。え、これか、これ何連続キルしてたんやろ。22連続キルでしたわ。うーわ。モダンオフェアはね、核出したら勝ちなんで、エリア取らずに核出したらもうそれで勝ち確なんですよね。それどうかと思うけど。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は久しぶりの、モダンウォーフェアの実況でしたけども、またね、見たいよって方はぜひグッドボタン、モチベーションになるので押してください。なんか3つも押さずに帰っちゃう人いるんで、まあ、もしよかった、いいと思ったらね、押していただけると嬉しいです。というわけで、お疲れ様でした。